はいこちでぃひこです。それでは今回なんですけども、郵便局がキャッシュレス導入へ、y o u t ペイはじめ、PayPay ペペや楽天ペイなど、スマホ決済、クレジットカードや電子マネーなども対応ということで、今回は郵便局がついにキャッシュレス化に向けて発表がありましたので、簡単にそちらについてお伝えしていこうと思います。 今回公式ページから情報を参照しまして、日本郵便株式会社が2020年2月から郵便窓口で順次、まあ、キャッシュレスについて導入をすると発表しました。まあ、すぐではなくて来年からということですね。で、今回のキャッシュレス決済が可能となる商品やサービスなんですけども、こちらですね。郵便料金または荷物、まあ、いわゆるその U パックとか U メールなどの運賃の支払い、そして、で2番目は切手はがき、レターパックなどの販売品の支払い、そして、3つ目はカタログ、店頭商品などの物販商品 の支払いこの3通りとなってます。まあ僕自身もたまに郵便局を利用することはあったんですが、荷物を送る際に毎回現金を使っていたことにかなり手間がかかってたんですよね。まあそれが今回解消されるっていうのはかなり待ち望んでいた方もいらっしゃるのかなと思います。まあ僕はその一人ですね。で、この郵便局で実際に利用可能な決済方法なんですけども、次ですね。まずはクレジットカードからなんですけども、Visa, Master, JCB, Amex, d ダ n ナ s Union Pay ですね。 ちなみに、この中にデビットカードも含まれます。次に電子マネーですね。ID、ワオン、クイックペイ、あ、クイックペイ。そして、交通系でしたら、来たか、スイカ、パスも、トイか、マナカ、イコか、スゴか、ニモか、早かけんですね。ちなみに、ピタパは、利用不可となってますので、お気をつけください。 あとはスマホ決済ですね。ユーチョペ b はじめアマゾンペイ、Amazon a AU ペイ、d 払い、Line Pay, m e l e p a イ Oligarine ペイ、y p ペイ、p e w c h a t ペイですね。まあ、ここでユーチョペイの出番が来たかと思ったんですが、まさかの主要なスマホ決済はほとんど使えるということになっています。まあ、これは嬉しいことですね。そして今回気をつけてほしいのは、2020年の2月から全ての郵便局で対応するというわけではなくて、先ほどもお伝えしたように、順次対応していきます。まあ、今出てるのは公式ページを一部切り取ったんですが、僕が住んでる福 福岡県では福岡中央郵便局だけが2020年の2月から使えますまあ、他の都道府県を見ても比較的大きい郵便局が結構優先的になっていますねで先ほどお伝えした郵便局以外は2020年の5月に導入予定ということでしたなのでまあご自身が進んでるちょっと小さなっていうとまあ言い方変なんかもしれないんですがまあ、そういった郵便局に関してはこの2020年の5月に導入ということですねそんなこんなで今回は来年2月から郵便局でキャッシュレス決済ができるということでした、まあ これまで何度かゆうちょの ATM に行く時も、毎度あのゆうちょペイを押してる広告がめちゃくちゃ出てたんですけども、ま、結局郵便局で使えないというオチだったんですが、やっとそれが今回の発表で解消がされるということになりますね。けどま、他の決済が使えてしまうと、ゆうちょペイの役割って何だろうって思ってしまいます。まあ、今後郵便局でキャッシュレス決済のサービスが始まり、ま、その時にあった還元率がいい方法で使ったら、ま、さらにお得に利用することができるかなと思います。 一応今回郵便局からの発表があった公式のリンクも下の概要欄に載せておきますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました